僕はですね、ぴょこたんという名前でこういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。今までだったら考えられないけど、もう昨日なんて僕書き下ろし漫画アップしちゃったからね。 SNS 漫画家を目指せってみんなに僕言ってるじゃん。自分の思ったことをさ、ただ単にツイートするよりも、とりあえず漫画の体裁にしておくと場所を目につきやすくなる。でも めんどくさいじゃん、そんなのいちいち書くの。そこはまあ兼ね合いなんだけど、だから僕っていうね、この漫画スキルを持ったさ、スーパープロなわけじゃん。だからそういうのを漫画の形式に今回は実験的なんだよ。常に僕は試行錯誤、トライ&エラーの、ね、連続ですから、そうやって試行錯誤をしながら、あ、この形式いいじゃんみたいなので、自分のね、こう道を選んでいった末が今ここにいる、ここ輝かしいコンテンツホルダーのね、 YouTuber として君臨してる僕なわけだから、とりあえずやってみてダメならやめりゃいいだけじゃん。最近思ったのはそれね。まず自分が変なこと思いつくすじゃん、あ、これツイートしたいなと。その時にじゃあどういう形式でそれを出力すればいいのか、その一つとしてネーム段階の漫画で見せるっていう、あとは普通に文字で見せる、あとはこうやって動画で、もう文字に140文字に収まりきらないんだったら、こうやって動画でね、うだうだ言いまくる、ウェブカメラの前で言いまくる、いろんなね形式があるわけ。その一つとしてああいうのもありかなっていうので、一個試しにやってみた。我ながら賢いな、 SNS 漫画家戦略ね。でどんな漫画描いたかっつうと、まあ単純なんだよ。これ僕なんでね漫画にしたかっていうと、ちょっとでもファンシーにしたかったからやってることっていうのは、僕オリンピックの、東京オリンピックのさ、チケット30枚限界まで買ったのね。30枚、あの申し込みの、もうすぐ、みんなもうすぐだから絶対あれやった方がいいと思うけど、東京オリンピック1人30枚まで電話認証してできんので、20万円分ぐらいね、いっぱい選んで、で7月の24の開会式から8月9日までちゃんとスケジュールを組んでさ、同じ時間帯とか夏の日中の屋外のやつだから絶対行きたくないじゃん、そんな熱中症になっちゃうから。だからなんとなく夜から始まる涼しげなやつとかピッピッピッって選んで、で全部自分が選んだの、無意識のうちにこれ見たいなっていうのを選んで、まあ、日程も調整して、まあ、サッカーとか野球とかもね、準決勝ぐらい見たいなとか入れてたら、見返したらさ、女子のシンクロナイズドダイビングとか、なんかね新体操とかさ、床とか女子の団体の体操とかさ、競泳の女子とかなんかその無意識だったんだよ一応はね。ただそのスケジュールに合わせてバランスよくこう日程にやったらさ、なんかエロい目線でスポーツを見るっていうクソみたいな人間に、そのチケットセンターの人に思われそうな感じになったわけよ。僕がこれ申し込んでさ、チケットセンターの人が見たら、41歳のねこのおっさん、神聖なるさオリンピックを完全になんかエロ目線で、こういう際どい水着とかがあわよくばねポロリとかを見たいから選んでるんじゃねえかっていう風になるじゃん。それがね、僕にとってね、不本意。ただ単に僕は記念すべきオリンピック、東京である近場であって、涼しくて、で、うまくね、日程調整したらって、たまたま選んだのがそうなってたからさ、なんか嫌だなと思って、仕方なくね、東京国際フォーラム、近場、西日暮里から近いアクセスができる、東京国際フォーラムのウェイトリフティング、男子ウェイトリフティングと、あと、武道館ね。武道館でやる男子の柔道、むさ苦しいやつね。それも入れとけば、ちょっとこう、薄まるじゃん。僕がエロ目的じゃないのに、そういう変なあらぬ誤解を受けられたら嫌だからさ。だから、わざとっていうか、まあ、別にそこまで興味ないのに、その、柔道とさ、ウェイトリフティングを入れて、カモフラして、したら、あ、これってよく中学生とかやってるさ、本屋さんでエロ本だけ買いたいのに、参考書とエロ本を出して、参考書の下にエロ本を挿して、僕はその勉強も好きだし、少しエロ本に興味がある。こんだけ分厚い参考書と、こんだけ薄いエロ本だから、割合としては参考書の方が興味あるんですよっていう、あの感じがなんか、これやってる時に、自分の頭をね、変に自意識が過剰で、やっちゃうやつね。そんな感じになったなと思ったの。それをなんか文字に書くとさ、すごい気持ち悪いじゃん僕って。別にそんなのチケットセンターのやつ気にしてねえよっていうのに、自分からそうやってわざわざ柔道入れて言い訳してさ、ウェイトリフティング入れてっていうのをきっちりと漫画に収めたのが、あの SNS 漫画家戦略の僕の漫画。こういうふうにバーって言いたいことをさ、ああいう2ページの文字数もね、できる限り削減してね、構図とかもしっかり考えてできるのがプロの漫画家だから、僕みたいなスーパープロのね、そういうのも今言ったことが少ない文字数でね、うまくまとまってるからしっかり見といてほしいわ。でリツイートしといてほしいね。オリンピックのチケット皆さん、後から近づいてきて盛り上がってきてから欲しいっつったって遅いんだぞっていうのを皆さんにお伝えしておきたい。あのオリンピックのチケット、まだ1年以上先のことだからピンときてないでしょ。
だけど近くなればなるほど、ああやっぱり見たかったなとか、結局マスゴミたちもそこに向かって盛り上げていくわけじゃん。みんな洗脳されちゃうから、見たい見たいっていう世の中のね、一般ピーポー、あの今老人のね運転でねテレビの前で激怒してるあいつらが欲しがってくるんだよ、どん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 。その前に今のうちに、5月26ぐらいだったかな締め切り、そこまでに申し込んでおきなさいよっていうのが僕のね理論なんだけど、その中でも特にね、これだけはとりあえず自分権利、一人権利あるんだから、これだけは申し込んでおきようっていうのが、みんなで観戦チケットっていうのがあるの。普通はさ、開会式と閉会式って一番いい席30万、一番悪い席でも1万2000円なのね。で、一人2枚までしか申し込めないの。だけどこのみんなで応援チケットっていうのは、その4枚まで申し込めるんだよ。しかもなんと料金が2020円、2020年にちなんで2020円で、ただし条件としてその4枚のうち1人だけ12歳以下か60歳以上を入れろっていう。だ、家族みんなでとか、なんかそのみんなで応援するための特別待遇のチケットなんですよっていうのは、1人につきだから、そう4枚、閉会式4枚、開会式4枚、8080円、これの抽選に参加しない手はないね。特に一番熱いのがその閉会式と開会式なの。なんでかっていうと、他のも2020円チケットあるんだけど、他のは最低ランクの席が3000円とかね、4000円のがあるの。それが2020円になりますっていう。基本その2020円のみんなで応援チケットは最低ランクの席しかもらえないから、だったら別に3000円の席が2020円になって全然美味しくないじゃん。唯一美味しいのが最低1万2000円の席が2020円になる閉会式と開会式なんだよ。だからこれの閉会式開会式4枚ずつマックスに申し込んでおくのは、まあ得だよね。まあ、転売とかをね推奨するわけではないし、本人確認もあるからそういうのはできないかもしれないけど、でもとりあえず当たったらさ、行こうって気持ちにもなるわけだし、せっかく東京でねオリンピックやるんだったらやろうぜっていう意味もあるし、うん、当たってから考えればいいじゃん。で、一人60歳以上のねジジイババ見つからなかったら、そこら辺にいるさ不老者みたいなやつをさ引き連れて行けばいいじゃん。その人もももしかしたら泣いて喜ぶかもしんないぜ、そんなことしちゃうもんなら。まあ、子供をね、それやっちゃうとちょっとめっちゃ犯罪になるからダメだけど、12歳以下は、まあ、親戚の子を借りるなりなんなりすれば、一人ね、その子にとっても、まあ、知り合いだったらいいよ。そこいらの子を引っ張ってきたらもう、それダメだからね、アウトだから。誘拐になっちゃうから。まあ、60歳ってさ、結構ピンピンしてるやつだって60歳でいるから。うん、僕の周りだと誰だろうな。ぷよぷよ作った新谷さんとかさ、あの辺でも呼べばいいじゃん。別にいいんだよ。みんなで応援チケットはそんなに家族限定とか制限とか特にないはずだから、当たってから考えよう。まあ1年後のことだけど、そんだけ先のことをね見越してとりあえずやっておこうと。絶対こう来るから。今国内でやってるとしてもさ、これから外国の人たちも欲しいから買ってくるわけじゃん。これから先チケットが安くなることってあんのかな。よっぽど人気のない競技以外だったらほぼないんじゃないかなって僕は思ってるけどね。で、まあお祭りみたいなもんだから、今ピンときてない人も絶対近くなったら踊らされちゃうから、マスゴミに。その時にみんながねツイッターとかタイムライン上で、イエーイオリンピック見ました、ウェイトリフティング最高とか言ってたら、全然興味なくてもちょっと羨ましくなっちゃうんだって。うん、でもこの時代に生まれてさ、まあ東京にアクセスできるところに住んでるんだったら、東京じゃなくてもね、サッカーの予選とかは結構あの全国各地でやってたりとか、他にもいろいろ変な予選はね全然変なところでやってたりするんだよ。自衛隊の基地でね、そのライフルの予選とかやってたりとか、いろいろ調べてみて自分の近くで一番アクセスがいいところのねやったらいいと思うよ。まあ楽しみだね。こうやって人生の楽しみをどん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 さ自分で作っていかないと、お前らはこうやって言い訳ばっかりグダグダグダ言って何にも動かないんだろ。だからお前らの人生ってつまらない。でもそこいらのクズよりかは、今この平日の夕方にねここにかぶりついてこの有益な情報をね見てるっていう時点ではちょっとは勝ち組だけど、でも結局何にも動かなかったらそれは終わりだから、僕みたいにもう1年先の予定まで楽しみまでやればさ、ああそういえば楽しみだなって、これから1年間ねその甘い汁を吸って生きていけるわけ。新体操楽しみだなってもう1年間、これから1年間楽しいんだぜ僕。新体操ってどういうぐらいのね際どいレオタードみたいの着るのかなとか、あの何歳ぐらいから女の人全国で美女みたいなコマネチみたいなやつ出てくんのかなとか、いろんな勝手に妄想が広がることで1年楽しいんだから、これどん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 先を、気持ち悪くないじゃんこれね。今ので食いつくやついるんだって。僕本人はそんなこと少しも思ってないよ。
でも今ので食いつく気持ち悪いやつがここにいっぱいいるから、君たち気持ち悪いやつに分かりやすいようにこうやって説明してるだけなの。そうだ、僕がそういう風にね、あの漫画アップしたじゃん。そしたらすんごい気持ち悪いコメントで、一番ね、ポロリがあるのは水球と飛び込みだから、だから水球と飛び込みは中継が少ないんだぜって、ハプニングが多いから、だったら水球と飛び込みをね買えばいいのにみたいな、汚ねえコメントついたから、こいつクソだなと思って、僕は絶対買わないから。これで僕が水球と飛び込み言ってたら、もう人間性疑ってもらっていいよ。僕は水球と飛び込み買ってませんから。基本的な考え方として、そのオリンピックっていうのを人生の目標にしてやってきてる人たちなんで、ああいう人たちっていうのは、それに対して汚いジジイババアが少しでもさ性的な意味でそれを見るっていうのはゴミだと思うけどね。僕はね、ゴミだね、そういうこと言ってるやつは。本当に人生の一瞬の輝きのためにね、どんだけの、ね、努力を積み重ねてきてるんだっていう話だよ。絶対僕買わないから、水球と飛び込みだけは。お、男子だったら買ってもいいけど、あ、でも男子っつってもそのゲイみたいに見られてもだ、そういう目で見てくるやつがまず嫌だわ。で、僕は男子の言ったらさ、チンポコが見たいから飛び込みの男子見てんじゃないのみたいな、変にも全部見られるじゃん、そういうの。ただもうクソだよ、そういうの。そういう目で見てる時点でもクソなんだよ。まあそういうことです。なのでオリンピックのね、みんなで応援チケットは絶対外れると思うよ。倍率一番高いと思うんだよ、開会式閉会式なんて特に。でもそのチャレンジしないことには始まらないっていうかさ、とりあえずやっとけばいいじゃん。それで外れたら、ああ外れたって他の買ったりとか、なんなら他のもちょっと買っておくとかさ、こうやっていろんな楽しみが加わってるから、僕は長生きしたいから健康にも気をつけるし、もういいことづくめじゃない、未来の予定を決めていくっていうのは。みんなもそうした方がいいよ。もう死にたいわとか言ってるやつ、もうちょっとこの未来の楽しみを自分で頑張って設定してごらんよって思うよ。もちろんね、辛い現実に直面してて辛い方を見たら死にたくなる気持ちもちょっとあんのかもしれないよ。だけどそれを乗り越えてさ、未来の楽しみを無理やりにでも、東京オリンピックのさ新体操のチケット買えよ。予約してみろ、一番高い席。そしたらそれで金払っちゃったら絶対にもうそれ見なきゃ死ねなくなるでしょ。これ僕からのいいアドバイスだと思うよ。とにかく未来の楽しみを、些細なことでもいいから、ちょっとずつちょっとずつこう足していくことね。1ヶ月先、10日先、1年先、